どうも尾崎幸喜です。本日ご紹介するカメラはキヤノンパワーショット G1X。 2000年に登場した初代 G1 から脈々と受け継がれたこのシリーズ。まあかっこいいね。男心くすぐる金属ボディにグリップやダイヤルにはたくましさを感じるダイヤカット形状のパターンを採用。頼りになる佇まいだね。そしてあれ先輩チーズチーズってことで、たまたま家にありました、初代パワーショット G1。 いやもうなんか尊い。見て F2 から2.5 ですって。さすがに今では画素数も低くメインには取り上げませんが、こうして眺めているだけでも守ってきたコンセプトを感じますね。でちなみにのんびりだけれども稼働します。全く壊れていません。あら固い液晶までついちゃって、まあいいじゃないの。長年続いたパワーショット G シリーズの始祖、この後調べちゃう。キヤノンパワーショット G1 2000年製ですって。違う、まあそんな歴史もあるよねって話。さて気を取り直してレンズを見てみよう。約28から 112mm 相当、 F2.8 から 5.8 とちょっとテレタンが暗いけれど、何を隠そうこの機種センサーがでかいんです。 1.5 型の CMOS センサー搭載で、それがどれぐらいのサイズかっていうと、フォーサーズセンサーよりはわずかに大きく、APS-C よりは少し小さい。これに F2.8 スタートの優秀な振動式ズームレンズ搭載って考えたら納得できる方も多いのでは。ちなみにセンサーそのものは4:3のアスペクトです。じゃあ電源をオン。決してキビキビしてるっていうわけじゃないけど、ストレスは全く感じません。さてメニューは縦に長いタイプということで、いくつかのポイントをピックアップ。まずはこちら、ショートカット登録、この左上のボタンね。まあいわゆるファンクションボタンだけれど、割り当てられる機能も多くとっても好印象ですが、背面にあるこのファンクセット、この内容といくつか被ってるものがあるから使い分けたいところ。ここは最後に使った機能が毎回最初に表示されるから、それを活用すればさらに便利って考えると、 JPEG オンリーで使う人はこのデジタルテレコンが被ってませんからね。もともと接写に弱いレンズということもあるから、 JPEG オンリーの人だけは恩恵を受けられます。まあ僕は ND フィルターを当ててました。さて使っていて少し気になったところをご紹介。露出補正ダイヤルを回すとライブビューもご覧のように連動するんですが、通常何も触れずにフレーミングする際はこのように反映されていない状態なんですよね。レリーズボタンを半押しすればこのように反映されるんですけどね。なので撮影中は割と頻繁にパカパカ背面液晶の明るさが変わるなっていう印象で忙しく見えますね。 OVF の思想っていうのはわかるけど、露出反映のオンは欲しかったかな。ですからこういうカットはフレーミング時にハイキーに見えることも多く、ファインダーで撮っていました。なんか静止衛星上その方が気楽です。さて G1X は背面ダイヤルにも好きな機能を割り当てられます。しかも各モードごとに変更可能だなんて素晴らしい。そして例えばアスペクト比を割り当てれば、撮影中ねこんな風にすぐに切り替えることができます。4:5の設定があるのもいいですね。さらにはいくつかの焦点距離ごとに変動するステップズーム機能も割り当て可能です。とここで G1X に関してちょっと注意点。レンズを 50mm の状態で画像を再生します。今レンズが収納されました。0秒と1分から画像再生時のレンズ収納時間を選べるんですが、再び立ち上げるとワイド端に戻ってるんですよね。ですから頻繁にチンピングをするっていう方は1分設定がおすすめです。さあせっかくだし、そろそろファインダーで先輩を覗いてみよう。しかしこの G1 には12年の時を経て X がついたんですね。はい、ということで何も表示はございませんが、こちらがファインダー。右側にねちらっと見える緑のランプが F あったよ、シャッター切ったよって知らせてくれます。視野率は 77%。 こんな視野率じゃ使ってらんないって方多いでしょうけど、これは慣れと使うポイントによっては大変優れたものになるんです。こうしてズーム連動型ですが、あまりに近いとパララックスも大きくなります。ですがご覧のようにある程度距離があってタイミングが重要な瞬間ほど OVF が圧倒的に有利です。で先ほどのこれも含め全部ファインダーで撮影しています。さてレンズ周りのこの美しいローレット加工、フォーカスリングかと思いきやこれカパッて外れるんですよね。純正のマクロリングライトを使う用途のようで、コンバージョンレンズなどはございません。バッテリーは EOS の一眼レフとは異なり、コンパクト専用 NB10L ということで、いかがでしたでしょうか。このゴツゴツとした塊感、優れた操作性と14ビットを達成した優秀なローデータ、
コスパもすごいのでぜひ調べてみてください。だいたい取れちゃうすごいやつ、キヤノンパワーショット G1X 2012年製です。なんだか X がつくとかつかないとか前回の動画でも同じようなことを言っていましたが、皆さんはパワーショット G シリーズお好きですか？20年以上の歴史があります。ぜひ好みの G お聞かせください。それではまた次の動画で。